はい、こんにちは、トールです。えー、今回の動画はね、えー、アニメの、えー、ドラゴンクエストね、大の大冒険の、えー、ネタバレになりますので、えー、アニメしか見ていない方ね、特にね、えー、アニメでしか、アニメの先はね、まだ知りたくないよという人はねあの、ご視聴お控えいただきますよう、えー、ご協力をお願いします。で、えーまあ、逆に言うとね、知ってるっていう、もう全部、ある程度は全部知ってるっていう前提でもう、あの、細かい、 解説とかも活躍して、活愛して話しするんですけど、知ってる前提で話すんですけども、あの、大の、大じゃないよ、大たちが、あの、ミストバーンと戦ってる時にね、あの、ミストバーンが、あの、ちょうど、マ,シマキシマムたちがね、あの、オリハルコン軍団が、あの、ヒュンケルと戦ってて全滅するんですけども、それを全然離れた場所にいるのに、ミストバーンは察知するわけですね。あの、写して、セリフ写すんですけど、あの、<laughs> オリハルコン,ンーが全滅したのをあのわかるんんでですすよよ気づくんですよねもちろん大たちは全然気づいてないんですけど、えー、作中にそういう描写がはっきりされてたかどうかは定かではないんですけどおそらくその金属生命体が死んだということをその反応が消えたということを。 あの、感知できるのは作った人だけやと思うんですね。だからそういう、このミストバーンの政府からもね、あの、ミストバーンの正体がこう分かるその伏線というか、その匂わせ的なものになってるんじゃないかなって、今更ちょっと気づいたんで、ちょっとあの、開けてみたいなと思いました。えー、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。バイバーイ。